身長。いやまだまだねキングダムはねこう先があって、まあ、やっぱあれ基本的にはこう秦がこう中国中華統一中国になるっていう話だから、まあそうやね、最初の秦の始皇帝になるっていう話だから、まあ、統一していくんだけど、もうホロスムス順番っていうのはもう自然に乗っとるから、やっぱその決まっとん最後がやっぱね超大国ソなんですよね。あ、ソっていうのはでかいから、ね、土地がめちゃくちゃ広い、まあ、ロシアぐらいだからほんまに、だからソ一つで他の国全部ぐらいの土地がある、そうだから人数も違う、人口が違うんです。だから官名がおったやん、総大将、あいつがすごいみたいな、あれほんまで、ね、ああいうやつがゴロゴロおるみたいな。でしかも、そう、でそのソニはまだ出てきてないところ、そうなの、そう、名前だけ出てきてる、名前だけ出てる東の大将、これいるいるいる、そう、実はそいつがラスボスになるんじゃないかって言われて、そう、まあ、顔出てきてない、顔も出てきてないところ、今で順番通り超潰してるじゃないですか。そう、それあれ合ってるんですか、順番通り。私合っとるはずだ、合ってる。でも漢とかめっちゃ弱い、国によったら漢が一番弱い、確かに。ああ、なんか俺それ見たな、うん、確かに総がとにかく強いな、そうなんや。すごいな僕じゃないでしょ、今そうなんや、いやマジで。